こんにちは、プロ棋士の柳沢です。今回も囲碁クエスト実況をやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、今回は僕の黒番ですね。2連星で行ってみたいと思います。お、2連星と向かい小目。左右対称ですね。おー、そうですね。それは、ハサミがね、締まりを兼ねていい感じですね。さあ、これでかけて、行くのは、なんか厚みが働きにくそうな感じがあるので、上辺から詰めていきましょうかね。うわぁ、これ、悩ましいな。まあ、悩ましいも何もないんですけど、こんな早い段階から。どうしようかな。この大ゲーマは、まあ、最近の流行りのツケもあるよね。ちょっとまあ、この辺につけてみましょうかね。なんとなく。かっこよさげに。まあ、羽には跳ね返して。まあ、これは、ああ、そうですね。まあ、当てて次なら、まあ、左上、滑りで、打とうかなと思います。あ、まあ、今の滑る手で上辺詰める手もありましたけどね。まあちょっとこっちを選んでみました。さあ、これに対しては、まあここ詰めとくのも大きいですかね。これは、ここも悩ましいですけど、まあここ打っとこうかな。これも非常に悩ましいところでしたね。下辺閉まる。まあ右下ね、あの閉まる。下辺に向かって閉まるのもあるし。ちょっと、まあ、これどこ打っていいか分かんなかったので、まあ、この上辺のこのコスミはもう絶対的に大きい一手ですから、まあ、ここに打っといて、下辺は、まあ、見合いの感覚ですね。あ、守ってこられましたね。それは非常に穏やかな打ち方ですね。ちょっと覗きで、様子を見ておきましょう。下から、張って受けるか、継ぐか。まあ、そちらが普通ですよね。はい。で、まあ、これで、一応、閉まっておきましょうか。まあ、これで右辺どっかに入ってくるんでしょうが、一応、まあ、布石としては走ってはいますよね。まあ、今の手も、右辺側に閉まるとどっちがいいのか、非常に、難しくはあったんですけどね。白も悩ましいですよね。どっから入っていくのか。真ん中に割り打つような手もあるし、2線に潜る手もあるし、あ、2線に来ましたね。さあ、これも黒はぶつかりが一番自然ですけど、コスんでいく手もあるところですね。コスミも有力なんですよね。そっちにしようかな、どうしようかな、というとこですね。まあでもぶつかりが自然ですかね。はい。まあ、これは、上等手段ですね。はい。これで、ま、コスミ付けるのか、裾を払うのか、まあ、コスミ付けですかね。はい。んで、まあ、この白はもうそんなに攻めれないので、どんどん大きい寄せに向かいたいと思います。まあ、大場っていうかもう、あれですね、大寄せの段階ですね、これは。まあ、下辺と、左上のコスミも何気にでかいし、まあ、あと羽釣りがでかいかな。まあこれなんだかんだやっぱこういうのは非常にでかいんですよね。はい。まあこれは抑える一手ですから、繋いで。まあまだ白へのちょっと攻めも見てますね。さあここで、白も悩ましいとこですね。まあ、左上付けが大きそうかな。そこに付けるか。まあ、下辺を打つなら、二線の角まで行きたいですね。そこもいいところですね。まあ、あと右辺の白がどのぐらい弱いかなんですけど、あ、これよく見たらいきなり切っちゃう手もないとは言えないのか。ないとは言えないですね。あれ？
ね。まあ、これ右下はハサミつけで様子見るっていう手もあるんですけど、この場合だと、まあ、下がられてしまうのを嫌ったんですね、お相手はね。さあ、これで左上がでかいのか、下辺がでかいのか、まあ、こっちにしときましょうか。まあ、白2の2に左上つけが大きいんじゃないかなという気がします。あ、それはまた冷静ですね。まあ、そこに打たれればこっちに打ちますか。まあ、2の2につけても、ぶつかってその膨らみでね、なだれて来られるのが嫌だったのかもしれないですが、ただ、まあ、地としてはやっぱりこれ非常にでかいんですよね、このコスミが。これが、まあ、大寄せの手止まりになりそうなので、これはまあ、あとはもう本当に、まあそうですね、そのコスミから。真ん中はね、これ、まあいわゆるマグサバといいますか、あまりこう、お互いに陣地にならないところですね。なのでそうですね、こういう2線が大きいんですよね。真ん中が広く空いてるんだけど、こういうところの方が、まあ優先的に大きいんですよね。はい。さあ、この後は、どうしましょうか。まあ、これももう決めちゃおうかな。ハネ釣りも決めちゃって。さあ、とは言っても、そろそろ真ん中ですかね。うん。ここ一応押されると、黒もね、ダメ詰まりなんですよね。左辺、ハネかけ釣り打たれたんで。はい。まあ、これで、まあ、真ん中打っとくのも立派っちゃ立派ですかね。一応まだ白への寄り付きも狙ってるんで、まあ、打っとこうかな。ここ手厚いですかね。まあ、ここに打たないのもありますけど、まあ、立派かな。一応まだ右辺のね、白への攻めも、ちょっと残って、そうなんですよ。そこが地としては多分最大だったんですけど、うん。まあでもなんか、例えばこの辺に打った時に、まあ右辺の白に何かもう一回手を入れさせれるような展開になればなという感じですね。まあこんな感じかな。はい。まあこれは普通に、受けるのか、それとも、抑えるのかですね。次で、どうしましょう。まあ、次かな。さあ、これで形勢はどうかですが、左下が14目。白がね。で、1、2、3、4、5、6。上が6目。そして、右が、まあ、3目ぐらい。ということで、23ぐらいってことですか？白地が。黒字が、はい、連絡してきましたね。さあ、これ、まあ、計算する前にまず普通に寄せないといけないんですけど、一回、まあ、この羽を打っとこうかな。これに白を抑えれない形なので。で、上辺が、これちょっと気持ちが悪い形ではあるんですよね。三とかから打たれて、まあ、一応、大丈夫なんですけど、ただ、手がいっぱい入る形になると、嫌なんですよね。嫌なんだけど、嫌ですね。ただ、一手入れるほどの価値があるかどうかは非常に難しいんですが、難しいですね。難しいですね。どうしましょうかね。まあ、ただ入れておいてもおそらく少し勝ってそうかなという気はするので、入れておくかなと言いつつ、迷い出したら、まあ入れておきましょうか。はい。まあ入れるならここですね。ここに打っとくと、まあ白からの跳ね継ぎが、後手になりますので、三々にカケ継ぎとかで入れちゃうとまた跳ね継ぎをね、先手で打たれてしまうので、手入れするならここですね。はい。あ、そちらですか。まあ、一応これ真ん中を止める手が、
落ちそうですね。これで結構真ん中に字がつくので、はい、でまあこれ受けといて、うん、これは盤面10目以上勝ってますね。はい、まあ、あとはもうほんと小寄せですね。あ、なるほど、それを狙っておられましたか。それなるほど、それは確かにありますね。ああ、そっか、それいい手ですね。まあ冷静に妥協しておこうかな。これはちょっと一本取られましたね。まあ次で受けておきましょう。あ、別に継ぐ必要もなかったけど、あ、ちょっと妥協しました。今のは黒が。うん。あとはもう、着々と寄せるのみですね。はい、最後はまあ犯行は争っても功罪が足りないので譲って終わりたいと思います。あ、これでダメが一個もないですね。はい、パスパスで終局となりました。はい、ということで、あ、樹木さんということでしたね。はい、対戦どうもありがとうございました。はい、ということで、では振り返っていきたいと思います。さて、最初ツケからいったんですが、白もね、この当ては打って打った方がいいかどうかは微妙でしたよね。打たずに継ぐ方が切りを残していいかもしれないですよね。切りとか、まあ、あるいはこの羽からこう切るような手があるので、黒もこっちの方が嫌かもしれないですよね。この次も立派な手ですけど、突いた時に白は跳ねないですよね。これはもう絶対なんか他の方ところにね向かうわけですから、この場合は多分当てない方が良かったんじゃないかなという気はします。まあ、これで黒は滑りを優先しましたけど、まあこっちの方も十分ありそうでしたね。コスミつけた時になんかこういう感じでね、打って、跳ねには膨らんで、当てにはこういう風に打って、当てて跳ねるような形で、はい。まあこれで整えていくというような手もありましたね。まあでも滑りも大きいんですよね。滑っとくことによってもう左辺の黒が完全に生きるので、はい。まあ、根拠としても地としても大きいので、滑りを優先しました。で、まあ、白は飛びましたけども、まあ、この上辺の白は、まあ、死ぬような石ではないので、先になんかね、こっちの方に先行してしまう方が、まあ、黒としても怖かったですけどね。まあ、一応、まあ、上辺はね、この置きとかがあって、まあ、かなり厳しく攻める手はありますけど、どうですかね。でも、黒もすぐ行くのは、攻め切れるかどうかは結構怖いので、まあ手抜きもあったんじゃないかなとは思いますが、はい。で、まあこれはよく打たれるのは、この瞬間すぐにね、ハサミつけで様子を見るというのが、まあ一つの上等手段ですよね。大体まあこれ次になってこうなるというのがよくあるんですが、でもこれ13の番だとね、もうこっちかもしれないですね。これだとなんか、なんでしょう。例えば、まあ、ここにつけたりした時に、こう出れないと。まあ、なんでしょう。先に、なんでしょうね。まあ、この辺が効いてるので、この、押さえが、まあ、こう先手になるみたいなね。まあ、利き筋があったりとか、まあ、あとこの辺からつけて、これ伸びたらここに打つとかね。こう受けるとこう切られて、これあっという間にひどいことになってしまうので、で、こっち受けたら渡れるというような手があるので、まあ、この時になんか黒下がるとか、まあ、なんかこう、受けないといけないので、まあ、だいぶ効かされてしまうような具合があるので、19路盤の5だと結構これ下がりにくいとされてるんですけど、ただこの、やっぱ13路盤ですともう本当に、もうすぐ寄せに入ってくるようなね、展開になるので、
この場合だったら下がるかもしれないですね。うん、まあ、お相手の方もそう思ってハサミつけを打ってこられなかったかもしれないですね。はい。ただ、まあ、跳ねで進んでくれれば、まあ、黒としては、まあ、いけるかなという感じですね。で、まあ、ここに守られたんですけれども、もうどんどんこういう感じで寄せを打つ方が良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、これ、ここ覗いても、これ出て切る手がありますのでね。これでこっちからは黒打てないですから、取られちゃいますから。黒も結構難しいんですよね。まあ、ここで覗いていくようなことになるかもしれないですけど。まあ、白一応繋がってはいそうなんで。まあ、だからこの羽も打たない方が良かったかな。まだ一応ハサミつけを狙ってる方がいいですね。はい。で、まあ、こんな感じで打っていって、結構難しかったかなと思うんですけどね。1はやっぱでかいですからね。まあ、ここに助けれて、まあ、あと左上もやっぱこれ地としてはツケが大きいですよね。ツケて、まあ、こう決めれて、まあ、左辺の黒は生きてはいますけど、まあ、これまた例えばこう打つと、この羽釣りまで先手でもし打てるようなことになってくると、これ地の差がものすごいですよね。これね、黒がコスんだのと白がつけたのとえらい差があるんですよね。そうなので、このが、まあ、ここにコスミが打てたのと、ここにコスミが打てた、この大きい寄せ2つを打つことができたので、ここで、まあ、勝ちになったかなというふうな気がしております。まあ、ただ左上、まあ、ここに打った時点では、まあ、少し優勢かもしれませんけれども、まあ、ここに打って、まあ、ちょっと確信に変わったかなっていう感触ですかね。はい。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。この動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そして、ご意見、ご感想、ご質問、リクエストなどありましたら、コメント欄にぜひお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。